皆さんこんにちは、高校野球 .com の田中です。今回は花咲徳栄の新チームの注目選手を紹介していきたいと思います。秋の埼玉は激戦でした。浦和学院は2回戦、花咲徳栄は準々決勝で敗退。優勝は翔平が収めましたが、来年の春以降勢力図は大きく入れ替わる可能性があります。しかしベスト8敗退の花咲徳栄は埼玉でもトップクラスの戦力があると言っても過言ではありません。今回はそんな花咲徳栄の注目選手を紹介していきます。まず紹介するのが大型スラッガーの富田選手です。続いて紹介するのが遊撃手の浜岡選手です。続いては高安投手です。次は最速144キロ右腕の松田投手です。そして最後に紹介するのが堀越投手です。今年も層の厚さを感じさせる花咲徳栄。動画の最後に富田選手に意気込みを語っていただきました。自分たちが自分の時にそのミート能力がないのでしっかりとミートして、バッティングは遠くに飛ばすもそうですし、もっと確実性を上げてやっていきたい。練習試合では快勝を続ける花咲徳栄。例年春になると恐ろしい強打のチームに仕上がりますが、今年の投手力は例年以上の顔ぶれなのでどうなるか楽しみです。高校野球 .com では新チームを取材した記事を随時公開中です。概要欄に URL を記載しているのでぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。